東京40マイル。芝生に落ち葉がいっぱい。これをめんどくさいなって思うか、かわいそうって思うかで、その人のオンシーズンの芝の育て方にも違いがあると思います。芝に緑が残ってるうちはとてもとても遅いですけど、まだ芝は活動しています。少しでも日の光を浴びて蓄えておきたいからですね。日本の気候の植生遷移では最後はインジュの森になる。芝に雑草が生えるのも、高い木が落ち葉を落として下草の日照を遮断するのも、この遷移の仕組みの中の一つ。神様が作ったプログラム、自然の摂理。芝が芝生であり続けるためには人が手を加える必要があります。ごくわずかだけど日の光を浴びて静かに活動している芝のために、落ち葉を見つけたらコツコツ取り除いてあげた方が、芝がほんのちょっとだけ喜ぶと思います。次の動画でお会いしましょう。ではまた。東京40マイル。